ローファットダイエットのメリット、デメリットが逆転します、まあ、どんな人にローファットダイエット、ケトジェニックダイエットがおすすめなのかについてお話したいと思います。はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ西です。私は会社員をする傍ら、フィジ競技に挑戦したり、フィットネスコミュニティ、ノーリミッツの運営を行っております。ノーリミッツでは、スラックというコミュニケーションツールを使って、YouTube ではお話しできないような限定コンテンツであったり、コミュニティメンバー間で日々情報交換して、モチベーションを高め合いながら活動していっております。ご興味のある方は、ぜひ概要欄からチェックよろしくお願いします。今回は、ケトジェニックダイエット、そしてローファットダイエット、どちらがおすすめなのかについてお話をしていきたいと思います。でまずローファットダイエットというのは、まあ、一般的な皆さんが行われているようなダイエットの方法で、まあ、カロリーを制限して余分な油っていうのをまずは削っていって、タンパク質をしっかり取りながら糖質も取りつつダイエットを行っていく方法です。でケトジェニックダイエットについては、まあ、スーパー糖質制限ダイエットとも言い換えることができて、糖質を完全にカットしてしっかりとした脂質の量を確保してダイエットしていく方法になります。で今回はそれぞれのダイエットのメリット、デメリット、そしてどんな方におすすめなのか、最後に私はどのように実践しているのかについて解説やっていきたいと思います。ではまずローファットダイエットのまずメリットなんですけれども、三大栄養素をバランスよく摂取することができること、そしてトレーニングの質を維持しやすいということ、そして3つ目増量からの切り替えがスムーズに行いやすいということ、この3点になります。まず三大栄養素バランスよく取れるという部分なんですが、ローファットダイエットとは言っても脂質を完全にカットするわけではなくて、脂質は体のホルモンとか細胞を作る必要不可欠な栄養素ですので、完全にカットするのではなくて質の悪い油を抜いて、そしてまあ余分な油っていうのを削って必要最低限をしっかり確保する、その上でしっかりとタンパク質を取って、あとは動けるだけの体のガソリンとしての糖質を取っていく、まあ、こういった形でこの三大栄養素っていうのはしっかり取った上で行っていくっていうのがローファットダイエットの特徴です。でどれか一つの栄養素に偏ってしまうようなダイエットを取ると、ホルモンバランスが乱れてしまったり、まあ、体調を崩してしまったり、まあ、決して健康的なダイエットとは言えなくなってしまいますので、まあ、そういった意味で長期的に安心して行えるダイエットっていうのがローファットダイエットのメリットの一つです。そして二つ目、トレーニングの質を維持しやすいという点、これはトレーニングのエネルギー源として糖質っていうのは非常に優秀な栄養源になりますので、しっかりとトレーニング前トレーニング後に糖質を摂取して体のグリコーゲンっていうのを貯めて、しっかりとトレーニングの強度であったりボリュームっていうのを維持しながら減量を進めることができます。その結果筋肉の量というのも維持しやすくなります。そして3つ目、増量からの切り替えがスムーズという点、これは、まあ、いわゆる増量中というのは、まあ、PFC 全て摂取している状態だと思うんですが、ローファットダイエットであればそこから徐々に慣らしていって、まずは悪い油をカットして、でそこから総量として、まあ、余分な質の量をまず減らしていって、そして炭水化物とタンパク質の量というのを調整して、しっかりとタンパク質を確保しながら必要量の糖質を取っていく、まあ、そういった風に極端な変化を行うことなく、まあ、徐々にねシフトしていって減量というのを進めていくことができるので、体への負荷というのも小さくなりますし、まあ、メンタル的にも取り組みやすいダイエット方法かなと思います。逆にローファットダイエットのデメリットについてなんですが、まあ、体重がスピーディーに落ちにくいという点、そして空腹になりやすいという点です。1つ目、体重がスピーディーに落ちにくいという点についてはローファットの取り組み方として、まずは余分な油を抜いてというところで、その減らしたカロリー分が徐々に減っていくということで、特に体の水分が大きく変わっていったりとか、まあ、体重に現れる大きな変化というのはなくて、徐々に徐々に体重が減っていきます。でそれに合わせてトータルのカロリーを減らしていって、糖質の量っていうのも調整していくことで体重というのを徐々に落としていって、絞れた体を目指していく、そんな流れになります。まあ、減量スピードとしてはだいたい月に 2,3 キロぐらいっていうのを標準のペースとして考えていただいて、減量がまあ進むにつれてさらにその落ち幅っていうのは小さくなっていきます。そしてデメリットのもう一点、お腹が減りやすいという点なんですが、やっぱり脂質が取っていないので結構あっさりした食材が中心になってきますので、一食でお腹いっぱいまで食べるっていうこともなかなか食事回数を分けると難しくなりますし、その食感の間っていうのも空腹が来やすくなりますので、まあ、特にね私のように大食いのような人っていうのはだんだん減量が中盤以降になってくると、徐々にね空腹っていうのを戦いながら減量を進めていくことになるかなと思います。まあ、このあたりも空腹の向き合い方っていうところがあるので、まあ、それをストレスに感じることなく減量と向き合っていくことが大切にはなるんですが、この空腹なしにローファットダイエットで目に見えた結果を出そうとすると、なかなかね時間がかかったりとか、まあ、その代わりに非常にハードな運動をしなければいけないっていった、まあ、ハードルが高い部分があります。
で次にケトジェニックダイエットのメリットデメリットなんですが、ローファットダイエットのメリットデメリットが逆転します。ローファットでデメリットだった体重が落ちにくい、そして空腹が来やすい、まあ、この2点に関してはケトジェニックだと逆で、まず糖質を完全にカットするということで体のピングリコーゲンが減っていくことで、そこに引き込まれていた水分というのを同時に抜けていって体重っていうのは一気に落ちていきます。そしてケトーシスに入った後というのは体のエネルギー源を脂肪を直接使っていくことになりますので、減量の効率としても体脂肪を減らす上では非常に有効です。そしてケトジェニックでは脂質をたっぷり使った食事になっていくので、結構腹持ちが良くて空腹っていうのは逆に来にくいです。むしろ人によっては胃もたれだったりとかムカつきとかがあったりして、逆にねあんまりお腹が減ってないけど食べなければいけないというような状態にもなり得ます。なので空腹が苦手な方っていうのはケトジェニックダイエットを行うと、その辛さっていうのは結構緩和されるかなと思います。逆にケトジェニックダイエットのデメリットとして、糖質を完全にカットするということでローファットダイエットのように炭水化物を取りながらトレーニングをするということもできないので、特にキングリコーゲンを消費するようなボリュームを上げたトレーニングっていうのはトレーニングの質っていうのが落ちやすくなります。このあたりは逆にトレーニングの種類っていうのを変えてあげて、しっかりとインターバルを取りながら高重量のトレーニングっていうのを行っていけば、キングリコーゲンの影響っていうのは最小限にできますので、ケトジェニックダイエットだからトレーニングの質が必ずしも下がるというわけではありません。しっかりと脂質を取ってサプリメントでクレアチンなんかも取って体が十分に元気な状態であれば、トレーニングの質っていうのは保ちやすくなるかなと思います。そしてケトジェニックダイエットで一番ハードルが高いのは、ケトジェニックダイエット開始初期の最初の1週間、この時に通常の体の糖質を使う解糖系のサイクルからケトーシスに入って脂質ケトン体を使う体の回路に切り替える、このタイミングが一番難しいです。完全に糖質をカットしてそこから体がケトン体を利用にできるまでの間、この数日間というのがエネルギー不足を感じたりとか、あとは糖質がなくなっていくことで体の水分量というのが変わって、それに応じて体内のミネラルバランスも崩れてしまって体調不良を起こしてしまう、そういったリスクがあるので、この間正しくケトジェニックダイエットというのを始めていかないと、体調不良を起こして途中で断念してしまってケトジェニックダイエットが自分に合わないというような風に思ってしまうことにもつながってしまいます。はい、というわけでローファットとケトジェニックダイエット、それぞれのメリットデメリットについてお伝えしたんですが、どんな人にローファットダイエット、ケトジェニックダイエットがおすすめなのかについてお話ししたいと思います。で、前提としてどんな人でも両方のダイエットある程度効果があると思うんですが、あえてこういった特徴の方はそっちを先にやるとうまくいくかなというようなニュアンスで聞いていただければと思うんですが、まずローファットダイエットおすすめの方というのが、今ある程度体脂肪率が低い状態の方、主食それから甘いものが大好きで、どうしてもそれなしでは生きていくのが辛い方、ハードにトレーニングされる方で、トレーニング時間がやっぱり2時間から3時間ぐらいはしっかりとしたトレーニングを行いたい方、こういった方にはやっぱりローファットダイエットがおすすめになります。ローファットダイエットであれば体脂肪率がある程度低くて肥満体型でない方というのは、減量幅も少ないと思いますので、まずはローファットで始めていただいて徐々に体重を減らしていくという方法にすれば、失敗が少ないかなと思います。そして、ローファットダイエットの場合は、カロリーが許す範囲で糖質っていうのは取ることができますので、トレーニング前のご褒美の甘いものであったりとか、あとは主食系白米だったり、脂質の少ないパンであったりパスタであったりそばであったり、そういったものも適量食べることができますので、主食が大好き甘いものが大好き、それがなしでは生きていけないというような方はローファットダイエットがおすすめになります。そして長時間ハードにトレーニングされる方っていうのは、総じてハイボリュームなトレーニングをされる方になるかと思うので、そういった方は糖質をしっかりと取りながらトレーニングのパフォーマンスを上げていくっていうのが、減量の成功の鍵かなと思いますので、ローファットダイエットはまずはおすすめなのかなと思います。ではケトジェニックダイエットが特におすすめの方っていうのはどういう方かと言いますと、まずは肥満体型の方、早く体重を落としたい方、そして甘いものというよりは脂っこいものが好きな方、そしてトレーニングを高重量でそして短い時間で追い込むことができる方、こういった方はケトジェニックダイエットがおすすめできます。やはりケトジェニックダイエットの特徴として、減量スピードが速いといったことが挙げられますので、減量幅が大きい方、そして早く減量の成果が欲しい方っていうのはケトジェニックダイエットをするメリットがあるかなと思います。そして体質的に油が合う合わないというのも個人差があるので、ケトジェニックダイエットをやる上で、もともとね油っこいものが好きという方はおそらくケトジェニックダイエットをやっても消化吸収、うまくできる可能性が高いかなと思いますし、食事面でのストレスというのも小さくできるかなと思います。そしてトレーニングに関してもエネルギー産生機構でいうホスファゲン機構という、クレアチンを使った糖質を依存しない回路を使ってのトレーニングをメインに行っていくと、ケトジェニックのデメリットであるキングリコーゲンが少ないという、デメリットが小さくなりますので、ケトジェニックダイエットとの相性というのはいいのかなと思います。で、私自身結構短時間で種目数を減らして、ある程度短い時間の中でがっつり追い込む、あるいは、ある程度時間を
取ったとしてもインターバルをしっかり長く取ってトレーニングを行うというスタイルがもともと合っていたので、まあ、ケトジェニックダイエットっていうのをやってもあんまりトレーニング面でのデメリットっていうのは感じることが少ないです。はい、では最後に私がどういったふうにローファットとケトジェニックダイエットを実践していっているかという点なんですが、基本的には両方の引き出しを持っていて、その時の気分というかその時のコンディションだったり状況によって合う方というのを選択していってます。で基本的には増量期から減量期に切り替わる時というのは徐々にねマクロを整えていって余分な脂をカットしてまずはクリーンな食事に戻していってローファットダイエットで減量というのを進めていくことが多いです。でそこからそのままうまく減量が進んでいけばそのままローファットダイエットにますし、そこで少し停滞して体がちょっと慣れてしまったなと思った時にケトジェニックダイエットのそこで間に差し込んであげるとそこで体もその変化に対応してそれを刺激として受け取ってまた減量が進むといったこともありますので、まずはローファットで始めていただいてそこから減量の進み具合あるいはその時のメンタルとして、空腹感が辛いっていうところだったりあるいは糖質はもう完全にカットしてでも少し充実した食事を取りたい、そんな気持ちになった時はケトジェニックに切り替える、そういった進め方をしていますし、これは皆さんにも真似していただきやすい方法なんじゃないかなと思います。でちなみにもうローファットダイエットである程度減量が進んでいくと糖質の摂取している量というのもある程度限られてくるので、そういった体の中の貯蔵されるピングリコーゲンの量自体もそこまで満タンじゃない状態からケトジェニックダイエットに切り替えることで増量期でピングリコーゲンが満タンな状態からケトーシスまで持っていくのとある程度ピングリコーゲンが減っている状態からケトーシスに持っていくのでは移行のハードルというのも変わってきますし、心理的にも普段からある程度糖質自体もある程度制限している状態であれば完全にカットするということの抵抗感も少なくなってきます。そういった意味でもまずはローファットで始めていただいてでそこからケトジェニックに移っていく、そういった手法を取っていただくと、それぞれのメリットを生かしながらスムーズに移行が進んでいくかなと思います。私はここ1年というのはローファットのままでそのまま最後まで、順調に進みましたのでケトジェニックに切り替えるということをしていないんですが、で今回のオフに関してはプチ減量の時に、ケトジェニックをおそらく試そうかなと思ってますので、またそういった実践の模様なんかも今後ご紹介していきたいと思います。今回の動画を総括しますと、ローファットダイエット、そしてケトジェニックダイエット、それぞれにメリット、デメリットがあって、個々人で、合う、合わないもあるので、まずは両方試してみていただいて、個々人の状況に合わせて選択していただければと思います。個人的には、両方の引き出しっていうのを持っておいて、減量を進める過程でのその時の状況に応じて、柔軟に減量方法っていうのを選択できるようになると、精神的にもストレスなく減量っていうのを進めていけるのかなと思います。はい、というわけで、今回はケトジェニックダイエット、そしてローファットダイエット、どちらがおすすめかについてお話をしてきました。はい、というわけで今回の動画以上にしたいと思います。動画の中で、ところどころケトジェニックダイエットっていうのはなかなかうまく言えてない部分があるかと思うんですがご了承ください。なんかね口が、うまく回っておりません。はい、この動画が参考になりましたら高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今回はケトジェニック、あれ言えへんな俺。はい、というわけで今回はケトジェニックちょっと待ってどうしよう。ふぅ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.